お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もね、クラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、シーズンが終わったので、シーズンの話と、まあ、あとは新カードの、ロケット砲手かな多分読み方。はい。が出たっていうわけで、まあ、こんな感じのね、攻撃するために後ろに下がっていく。で、敵に当たると拡散するっていう、ちょっとね、面白いカードが出たんで、こちらをね、まあ、いつものミラーでやっていきたいなと思います。で、まあ、シーズンの方はですね、まず8000行きました。で8100はまあ行けなかったんですけど、まあまあまあ、個人的にはそこは満足していますけど、順位ですね、結局僕の中ではまあサイドトロも大事なんですけど、やっぱ順位が大事になると思っているので、こうまあ2桁上位取れなかったのはちょっと悔しいですね。シーズン最多でステイしてたらまあないかわかんないですけど、多分40、50とかだったかな。まあでもそれでもうんって感じなんで、ステイだと。はい。まあちょっと順位的には悔しいかなという部分があります。最後スケラでやりましたね。よいしょ。スケラで、高回転のスケラでやりましたね。でもうまい、そう、マッチングこうマルチで、こういろんなやっぱ最後の終盤になると敵がみんなうまいわけで、こうマッチングしてるんですけど、こう、うますぎる相手と今回当たったんですよね。なんか今まで、こんなプレイするのみたいな感じで上手すぎる人と当たって、まあそういった部分ではこうまあなんだろうね、そこをしっかり真似してというか収穫ではあったかなと思いますね。はい。というわけでまた次のシーズンに頑張れればいいかなと思います。というわけでさあ、ロケット砲手使っていくんですけど、まあこいつはこうまあ若干火力が高いんですよね。まあ、ガゴをこうワンパンできる、ほぼワンパンとか、普通にワンパン当たったやつらはワンパンできる。で、まあ普通に強い3コスなんで。で、陸にも空にも行くんで強いのと、こうやって相手の攻撃を避けながら行くんでいいんですけど、そう、今みたいな感じで弱点があれですね。こう、キング起動しちゃうっていうのが弱点です。今一瞬でキング起動しちゃったんですけど、見てましたかね。もうワンパンですね。よいしょ。そう、射程が長いのがこういいんですけど、逆に、キング起動しちゃうっていうのがまあこう弱点ではありますね。よいしょ、とりあえず出しておきますか。こいつ3コスなんでね、結構気軽に出せるかなと思います。リガで削りつつで、ここ多分打って戻ってきて、多分ああ入ってないんだ、なるほどね。これちょっと面白いですね。まだ打っ、あ、エレキで、え、ちょっと待って、 HP がなんか思ってる以上にそう少ないんですよね、 HP が。ウッドだと死なないんですけど、タルババでも矢の雨で死んじゃうっていうのがまあこいつのね弱点。もう言ったらプリンセスみたいな感じですね。気持ちプリンセスの火力がちょっと高くなったけど、なんか自分から死にに行くみたいなキャラです。よいしょ。うわ、あいつ30死。うわ、トルネがねつれー。これでもロケット帽子が逆にこれいい感じになるみたいな。これミラーでさ、これでロケット発射しまくってさ、遠距離でさ、これ処理できるみたいなとこあるよね。ほら、ういうい、でしたらこっち側のロケット押しが歩いて、よいしょ、おお、ほらほら、くさんくさん。しかもこのロケット押しにワンチャン飛ばない？あ、飛びはしないけど、ちょっと面白いですね。まあ、みたいな感じで、歩くの早いんだな、お前。もうちょっと待って。意外と火力はね、出るんですね、火力は。よいしょ。よいしょ、ちょっとなんか癖があるカードだなと思いますね。癖しかないですけど。よいしょ。さあ、ここはいい感じじゃない？ロケ投手やっぱ火力が高いですね。火力が出るのは結構嬉しみですね。よいしょ。そう、一回防衛する。で、これでタワーにダメージ入るんですね。マスケットを攻撃して、タワーにダメージ入る。で、こういうところワンチャンこのロケット砲手で許容できますね。そう、火力が。で、しかも右サイドに出したんですけど、左サイドに行く。で、ここで右側にディガを出して、左側の砲手がタワーを殴るっていうね。うんどん、ちょっと面白いね、なんか。ネタ要素がちょっと強いのかな、なんか。遊びカードな感じになっちゃいますね。あ、やばい。これ、あ、やばい。ああ、避けて。OK。よいしょ。いや、サーチャイがやっぱ広いっすね、マジで。サーチャイが広い。で、ちょっとそんなこと言ってるとピンチになってきた。
けど、ここはおいおい、まあロケットじゃなくてボームタワーの爆破と、これいい感じになりましたね。さあこっからですね、これ撃って入ったり、あ惜しいね惜しいね。さあディガーと削っていきましょう。いうのが飛ぶ、これねマジアチャーみたいになんかね、もっとこういい感じに操れると面白いんですけどね。なんかサーチラインが広すぎて逆にむずいっていう。よいしょ、これボムであそこのマジアチャー処理したい。あでもこれマジであれだわ、この意外とめっちゃ思ってる以上に処理してくれる。ほらよいしょ、やばい待って待って、やばいやばい、うわんで負けるのかーいって感じなんですけど、まあ、こんな感じですね今の。ちょっと面白かった、面白い面白いカードですね。正直こう使ってみた感想はザコっすね、ザコだこいつ、ザコっすねいやどうなんだろう、強いのかな。でも3コスでこれで、まあ、弱点がキング起動しちゃうっていうので、まあ、僕はディガーにこう組み込んでるのがまずおかしいんですけど、まあ、弱点がキング起動っていうか、ほぼ確でキング起動されるっていうことは、じゃあキング起動されても痛くないデッキに合わせるってなった時に、こう、じゃあドイツ？ロイジャイとかですかね。ロイジャイとか、まあクロスにはさすがに入んない気がしますからね。あ、でも、クロス立てるじゃないですか。で、クロスのこの辺に置くじゃないですか。相手がクロスにユニット出したら、永遠に、ピューピューピューでこう、あのクロスを壊そうとしてるやつは殺しつつ、ずっとこう、後ろに下がって残るみたいな、ないかな。クロスの周りにロケット砲手がこう4体ぐらい溜まるみたいな。え、ワンチャンありますよね。なんかそういった使い方かなしか思いつかない、僕には。よいしょ。まあだってキング起動されたら結構変わりますからね、いろいろと。なんでまあロイジャイ砲手は全然あると思いますね。結構ある。結構濃厚まであると思いますね。よいしょ、これマジアチャー、これね。でも一応タワーダメージが入るんですよね。うん、おい、ミラーだからだ。あ、でも今6コスぐらい使った俺。あ、そういうことっすね。こんな感じ言っちゃうとこんな感じっすね。よいしょ。さあ、守っていく。ここは一回、あ、これであれだ、ロケット砲手でこっち側を許容しつつ攻めにもつなげていく、まあ、こういうことができますね。結構吹き矢、吹き矢ですね、吹き矢。よいしょ、ほい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 、よいしょ。さあでここはスキル咲いたので、このユーノが辛いでしょっていうユーノで、まあ、マジアチャ来たら来たで、これコウモリ全部やれそうっすけどね。あー、これこれ、おー、しかもお前サーチ範囲広すぎてそっち向くやん、えっていう。お、しかもそっち行く、もうこいつね、わがままっすわマジで。これやばいね、こんだけ言うこと聞かない子はね、マジでね嫌だ、俺扱いたくないこんなやつっていうぐらい、ちょっとこう、まあ弱、運ではないけどね、なんかそういう要素が含まれてくる気がしますね。 OKで、こういうところ言ったらマジアチャみたいなもんなんで、スケに打ってあげるとタワーにダメージ入る。で、ここノックバックして、うん、やられるんかい。さあ、止める、止める。さあ、相手、マジアチャが強いですね。あ、間違えた、言うのとミスった。まあまあまあ、落ち着いていきましょう。こうマジアチャには強くないよね、でも。でもこれあれだ、後ろのマジアチャをやる、あでもやなめで死ぬんだ、そうやなめで死ぬんですよね、この子覚えておかないと。本当にこれバルキリー出してきたら、そのバルキリーを打って、お、これタワーに入る、しかもノックバックで、あ、残んないんかい、今の残る流れでしょマジで。なんかね、思ってるほどうまくいかないっすねこれ。こいつこの辺で削りに行く、うわー、これちょっとあれですね、ディガーで下げて砲手のミサイルでタワーダメージ稼ぐ。おお、マジアチャなんすね。だからもうマジアチャでいいんすよ、感想は。本当にマジアチャでいい、こいついらないっすわマジで、マジでいらない。
とか言う。あー、危ねえ危ねえ危ねえ。うわ、うまっ。え、ちょっと待って、危ねえとか言ってアウトだったわ。まあでも俺もね、こうミサイル、ミサイルドッカーン。おい、来た。うわー、なんでなんで負けるのよ。今絶対勝ったでしょって感じでしたけど、負けちゃいましたね。え、待って、やばい、2勝で終わったんすけど。まあそういうことっすよね、本当に。まあ使い方が、まあ、まだ全然あるかもしれないんですけど、まあ、今やった感じとしては、まあ、強くはないですね。強くは、決して強くは。あ、でもアウトロー、見て見て、アウトローワンパンは強い、ガウドルワンパンは強い、まあ、なんですけど、まあむずいね。まだ慣れないと、こう有能をこうある、あ、飛ぶんかいみたいな、メガナインとか飛ばないみたいなこともあるらしいんで、なんか使い方次第では意外と強いのかもしれないんですけど、まあ、僕の個人的意見としては、なんかそれならマジアチャとか、なんかフキアとかキャラかぶりしてる気がしますね。僕としてはもう他にいるのと結構性能が似てるんで、今のところ使い慣れてる、まあ、マジアチャとかフキアとかプリーンとかでいいかなとありますけど、面白いのは面白いんで、意外とこう気づいたらね、めちゃくちゃ僕使ってるとかあると思いましたね。結構面白いキャラだなとは思うんで、きっとね、またどんどんいろんな使い方が見つかればいいかなと思います。というわけで、もう今日はねこんな感じで終わりにしたいと思います。ロケット砲手、ちょっとまあ可愛くはねえな。はい、アーチャーですね、アーチャー。まあまた動画出します、出し始めます。昨日からの動画投稿再開していますので、よければね、見てみてください。コメントもぜひお願いします。チャンネル登録も忘れず。あとね、1500人で、チャンネル登録10万人いくんで、ぜひ皆さん、チャンネル登録まだしてない方、お願いします。ご視聴、ありがとうございました。お疲れ様でした。